キーガン・マイケル・キーは、アメリカ合衆国の俳優、コメディアン、声優である。1971年、ミシガン州生まれデトロイト育ち、地元の高校を卒業後、デトロイト・マーシー大学で演劇を学ぶ。1999年あたりから俳優としての活動をスタートさせ、Get the Hell Out of Ham Town という映画で映画デビューを果たす。2004年からは、 ォックステレビチャンネルで放送されていたコメディ番組、マッド TV のレギュラーキャストとして出演し、知名度が上昇。同番組では、モノマネを得意とし、ラッパーのスヌープドックや、エディマーフィなどのエンターテイナーから、アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマに至るまで、幅広いジャンルの人物を模写して、人気を得た。それ以来も、独自のコメディセンスを生かし、バラエティ番組から、 テレビシリーズまで様々な作品へ出演してキャリアを構築。2012年からは同じく黒人コメディアンとして知られるジョーダン・ピールと共に冠ムリ番組キーピールがコメディセントラルで放映開始され2014年までメインキャストとして出演している。映画においても主にコメディ作品へ出演し役者としての地位も確立。近年では ジョージ・クルーニーら出演のトゥモローランドやチェビー・チェイスがかつて出演したコメディ映画のリメイクでもあるをバカンス家族へも出演幅広いジャンルで活躍しているありがとうございます